こんにちは、ネルソロです。メックアリーナね、地味に毎日ちょこちょこ今やってます。その中でね、個人的に今、ハマってるというか楽しいのが、シャドウとアークトレントの組み合わせですね。後ろに回り込んでバリ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 とダメージ与えると。でね、背後からだと、ダメージが大きいんでね、結構倒しやすいっていう感じですかね、敵を。でね、まだね、これエネルギー容量がね、もっと高くなるんですよね、シャドウ。あと4つ上がるんで、実際にはアークトレント6とアークトレント10を装備できる感じになるかなと思ってます。今はね、66なんでね、ようやくシャドウがね、ここまでランクアップしてきたって。で、なんで、6と10で、これグレードアップしていくと、もっとバリバリいけるなっていう感じかな。予想以上にね、強かったっていう印象。ただ、シャドウ自身がね、そんなにこの HP が高くないんで、あと、ステルスは別に攻撃に当たらないわけではないんで、結構死にやすいと。だから最初から最後まで生き残るってこと結構少なくてね、大体倒されちゃう感じかな。それでもね、結構何体か持ってってくれるんで、強いかなと思ってます。あと、開けたマップだとね、シャドウはちょっと苦戦するかなって感じ。普通に見られちゃうからね。あいつあそこ走ってるわ。そんな感じ。あと、アークトレントのね、6っていうのもあるからね、ちょっとあれなんだけど、若干火力不足はあるかな。もっとレベル上げれば強くなるんだけど、それでもやっぱ若干火力がね、不足気味な感じはある。でもそれでも回り込めば全然倒せるんで、正面からこう、鉢合わせしちゃった時にね、ちょっと火力不足で負けちゃうかなって感じです。その時もこう、くるくる、相手の方を回り込みながらやるのがいいかなと思ってます。はい。そんな感じでちょっと最近のハマってるシャドウアークトレントコンビの動画をどうぞ。